こんにちは、石山浩二です。アンティークコインを極めるのコーナーです。今日はコイン紹介ですね。全部で4枚のコインを紹介していきたいと思います。1つ目がドイツ、2つ目がスペイン、3つ目がオランダ、4つ目がイタリアのコインになります。1枚目がドイツ・ニュルンベルグフリーシティゴールドダカット1766年 SRMS62 ブルーフライク NGC 鑑定です。2枚目がスペインのフェリペ4世ゴールドソブリン 1S ドール1651年 MS62 NGC 鑑定です。3枚目がオランダカンペンシティローズノーブル金貨 ND1590 から1593 MS65 NGC 鑑定です。4枚目がイタリアローマ教皇ビウス7世ゴールドドッピア1817年 MS63 PCGS 鑑定です。こちらドイツのニュルンベルグという、都市でですね発行された1766年発行された直径 22mm で重量が 3.5g のダカット金貨ですね。98.6% 金ということで、限りなく純金に近い、ヨーゼフ2世の、金貨になります。こちらの方は NGC で鑑定済みコインが全部で3枚、MS62 が1枚ということで非常に希少性の高い金貨になっています。肖像面の方が右を向いたヨーゼフ2世の肖像画ですね。こちらの方が描かれています。反対面の方は王冠付きの楕円形の紋章が描かれています。ヨーゼフ2世は1741年から1790年に生存していました。神聖ローマ帝国のローマ皇帝ということで在位期間が1765年から1790年です。オーストリア大公、ハンガリー王、ボヘミア王ということでローマ皇帝のフランツ1世とマリア・テレジアの長男ということでマリー・アントワネットの兄にあたるということで非常に良血の王様でした。有名なハプスブルグ家の男系ですね。こちらの方は母のマリア・テレジアまでということでヨーゼフ2世からはハプスブルグ・ロートリンゲン家というふうになっています。父親であるフランツ1世の死後に母のマリア・テレジアとともにですね共同の統治を行ったということです。アンティークコインの方はですね、王様の肖像の金貨を買うというのが鉄板のルールの一つでもあるわけですが、このようにハプスブルグの家が非常にイメージできるですね非常に素晴らしい歴史の背景があるコインだというふうに思います。グレードの方も MS62 のプルーフライクということで、非常に鏡面仕上げに近いプルーフライクという等級もついており素晴らしい状態の1枚です。アンティークコインの方はですねほぼほぼそうなんですが、現物ですねこの動画で見るよりも現物のコインはもうはるかに綺麗なので、ぜひ一度入手して見ていただきたい金貨の1枚です。2枚目がスペインのフェリペ4世ゴールドソブリン 1S ドール1651年 MS62 NGC 鑑定です。こちら発行年度が1651年で直径が 27mm 重量が 5.52g です。 NGC の MS62 ですね鑑定済みが1枚トップグレードという非常にレアな金貨になります。表面が王冠をかぶったライオンが剣を手にして世界を征服しようとしている様子が描かれています。裏面の方はハプスブルグ家スペイン王国の紋章が描かれています。このフェリペ4世は政治家としては主だった功績を残していないんですが、非常にこの芸術に才能を持っていてですね当代随一の危機ということでヨーロッパの最高の美術コレクションを築き後のプラド美術館の礎としましたということが残っています。こちらが画家のディエゴ・ベラスケスさんですね。主な作品がこのブレダの会場そして教皇インノケンティウス10世鏡のヴィーナスこのように素晴らしい絵画ですね、芸術作品を応援して残した実績のある王様がこのフェリペ4世になります。もう一人がピーテル・パウル・ルーベンスですね。非常に有名な画家になります。作品がルーベンスとイザベラ・ブラントの肖像、レルマ後期馬像、バリチェッラの聖母、このような作品を残した非常に素晴らしい画家を、保護していたということになります。これだけの有名な画家を2人以上ですね、守ってきて、なおかつその作品を全て残しているというのは非常に優れた人物だというふうに思います。そのスペインのフェリペ4世のゴールド1Sドールということで、非常にレアな金貨になっています。3枚目がオランダのカンペンシティローズノーブル金貨、ローデート1590年から1593、MS65NGC 鑑定です。こちらは1590年から1593年の間に発行枚数は不明です。直径 34mm とかなり大型の金貨になります。重量が 7.62g、非常に美しいハンマーコインですね。ハンマーの手打ち、表面が船首に立つを剣と盾、船尾に旗のモチーフと、もともと英国のノーブル金貨を、デザインをもとに制作されているので、ローズノーブルという名前がついています。裏面の方はライオンと王冠とリスのモチーフ、真ん中は日の出を表しスパンドレルの三つ葉が描かれています。MS65 非常にグレードが高いです。イギリスのコインであればおそらく250万ぐらいするのではないかなというふうに思います。オランダの金貨なので、それの約半額ぐらいで買えるのが、特徴です。直径も大きくですね、重量も 7.62g、今から約、430年ぐらい前の金貨ですかね。これで、65のグレードがついているということで、非常に素晴らしいコインだというふうに思います。最後4枚目がイタリアローマ教皇ピウス7世、ゴールドドッピア1817、MS63 PCGS 鑑定です。発行年度が1817年、直径が 22mm、 重量が 5.4690g、 91.7% 金の金貨、いわゆる22金ですね。このドッピアという通貨単位は18世紀中頃まで使用されたイタリア通貨の単位になっています。PCGS 社鑑定済みが5枚で、MS62 はMS63 ですね、63は2枚ということで非常に希少性があります。こちら基準価格の表記があり、 MS60 で2000ドルということです。MS63 であればおそらく4000ドルぐらいの価値がありそうな1枚です。表面の方は雲の上に立っているセントペテロですね、こちらの方が描かれており、裏面の方は教皇ピウス7世のエンブレムということで、デザインされています。ピウス7世は教皇に就任されたのが1800年の3月14日、教皇の任を解いたのが1823年の8月20日ということになっています。ピウス7世は18世紀に活躍したローマ教皇ということで、同じ時代にフランスのナポレオンがいたということですね。ナポレオンは教皇の権威を政治的に利用していたので、対立し一時期、監禁されていたということなんですが、ナポレオンが退位した後にはローマへ戻ったということで、良かったなというふうに思います。コインの方は PCGS 鑑定でもありますし、非常に枚数が少ない、あと値段もかなり安いですね。57万円ということで比較的、買いやすい価格というふうに思います。今回4枚の金貨ですね、ドイツ、こちら王様肖像ということで91万円、比較的安いのではないかなというふうに思います。輝きもありですね、光沢のあるプルーフライクの仕上げになっています。そして、スペインですね、こちらの、フェリペ4世、85万円、この金貨自体よりかはフェリペ4世の功績ということで、非常に目利きがあった、王様ということで、いいのではないかというふうに思います。金貨の方も、鉄板のライオンモチーフですね、非常に人気のある絵柄なので、こちらの方も非常に、持って損がない金貨だというふうに思います。3枚目がオランダのローズノーブルですね。こちらの方は非常に大型金貨ということで、直径 32mm、重量も 7.62g あるんですが、138万円、イギリスのこれローズノーブルだとするとおそらく300万円以上する金貨なので、オランダだと非常に割安感があるというふうに思います。4枚目がイタリアのゴールドドッピアですね。こちらの方は57万円ということで、PCGS 鑑定ですし、MS63、珍しく基準価格もあるコインなので、非常にお買い得かなというふうに思います。今回アンティーコイン4枚のご紹介をしてきました。アンティーコインというと、王様肖像があったりですね、非常にデザインが素晴らしいものが多いのがアンティーコインの特徴です。今回ご紹介したコインすべて MS グレードですし、非常に綺麗なものが多いというふうに思います。アンティーコインの場合はですね、なるべくこう背景があるもの、王様が有名とかですね、あとデザインの背景があるとか、当然鑑定済みのコインを買うのが前提なんですが、そのようなものを揃えていくと、将来的に値段が上がる可能性が高いというふうに思います。当然ながらコインによってもちろん違うんですが、値段もですね、50万ぐらい、あと80万ぐらい、あと200万以内ぐらいに大きなプライスゾーンがありですね、この辺の価格帯のものを買っとくと非常に売る時も便利だというふうに思います。あとですね、今 YouTube の方のコメント欄にですね、いろいろご質問をいただいていて、それ用の動画を作ったりしていることと、あと今回の動画の最終画面にも QR コードが出てくるのと、あと YouTube の概要欄にも貼ってあるんですが、現在 LINE アットの方新たに作りました。こちら動画が見れるようになっていて、動画を見た方に対して個別の無料相談というのをやっています。今日も2本ですね、明日も2本、その前も何人かやっていますが、非常に皆さんコインに対していろんな思いを持っているので、まずはこの無料相談の方を使っていただくといろんな疑問が解けるのではないかなというふうに思います。Thank you for watching. 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。